心の支えっていうか、うん、なって、いつもありがとう。いや、素敵ですね。最後は家族です。家族のテーマです。家族っていうのが、みんなにとってどういった存在なのかなっていうのをまず聞いてみたい。これも質問じゃなくて、やっぱり普段さ、お父さんお母さんと生活をしていく中で、例えば言われる言葉でさ、うるさいなって思うこともどっかであるかもしれない、あると思う。みんなうなずくね。すごい。で、あのね、一個聞いてみたかったのが、それでもさ、やっぱり感謝をしてることって俺はあると思うの。感謝をしてることっていうのをあえて言葉にしてほしいと思って聞いてみたい。ちょっとこっぱずかしいかもしれない。でも、どんな些細なことでもいいです。私、父って、まあ、3人兄弟じゃないですか。で、弟とか、まあ、まだ子供だし、私たちも子供だし、でも、それでも私たち結構怒られるんですよ。そうなんだ。で、結構怒られるタイプで、でも、それでも見捨てないで、しっかり叱ってくれて、そう、将来のために私たちを見捨てないでちゃんと叱ってくれたりするところに感謝しています。悩んでた時とか、相談に乗ってくれたりとか。お母さんお父さんどっちもなんですけど、僕がやりたいとかってことがあると、もちろんお父さんお母さんの希望とかがあるかもしれないけど、それでも僕のなんか願いを全力で応援してくれるから、なんかそういうのが心の支えっていうか、なって、いつもありがとうって。いや、素敵ですね。お願いします。僕はお父さん、その釣りの仕方とか、例えば下に落としてから2メートル上に上げるとか、こういう時にはこうするんだよとか、そういうのをなんか僕がピンチとかになった時とかに教えてくれる、いつも教えてくれてるので、なんかそういうところにありがとうって。お父さんに、2人でよく、お出かけとか行くんですけど、ジェットコースターとか、一緒に乗ってくれて、そういうのがありがとうっていう、ありがとうございます。お母さんとお父さんどっちもなんですけど、ダンスとか、行きたい場所に行かせてくれるとか、もちろんダメなこともあるけど、できる限りやりたいことをやらせてくれるみたいな、あとこういう体験とかも結構やらせてくれるので、そういうのを見てよかったなって。いや、素敵。ありがとうございます。いや、いや、しみじみしました、私が。子供いるからさ、ちょっとうるっとしてたよね。俺、自分の子供にこれ言われたら泣くなと思って今言われてて、ありがとうね、ありがとうございます。身近だからこそ感謝の言葉、感謝のポイントが薄れます。当たり前になるから。料理を作ってくれてありがとうって思いがあったのに、だって料理作るのってママ当たり前じゃんってなったら、そこに感謝はなくなります。で、家族への感謝を持ってる人は基本的に友達とか大事な人への感謝を絶対できる人だと思ってるの。だって家族への感謝の方がハードルが高いから。友達の方がさ、なんかしてくれてありがとうなって言えるのよ、気楽に。でもお父さんお母さんにさ、だんだんさ、気軽なありがとうって言えなくなってきちゃう。だからこそ今話してくれた思いっていうのをすごく大事にしてほしいなっていうので、ちょっと言葉にしてもらいました。日頃から気をつけてはいるんですよ。子供の話を聞くっていうものと、子供に話をする、だから親が話す、子供が話すって比率は絶対子供が話す比率が多くなきゃいけないっていうのが子育ての中の根本にあるんですけど、分かっててもうまくいかなくないですか、それって。すごく、でも改めて今日みんなの意見を聞いてて、大事にしなきゃいけないっていう、その大事にしようっていうのがさらに自信がついたというか、やっぱりそこは自分の息子に対しても大事にして、意見をちゃんともらう、子供の意見を聞いて、そこでディスカッションじゃないんですけど、そこはこれからも大事にしていこうって思いました。よろしくお願いします。喧嘩の大きさを一番大きく広げると、国っていう言い方するとかです。言葉で言えばいいのに、なんでテンポとか使う。本当だよね。